任天堂初の本格的現代戦シミュレーションゲーム、ファミコンウォーズ。シミュレーションゲームといえば歴史ものという感が強いが、このゲームは現代戦、しかも2プレイヤーで遊ぶことができる。まずはじめに戦争の種類を選び、自軍の部隊を生産するんだ。そして実際に命令を出すことになるのだが、ここから指揮官である君の腕の見せ所だ。次は敵軍の番。敵の動きに注目し、その間に作戦会議だ。二国戦争の敵の部隊を全滅させるか、基地を占領すればいいのだが、簡単には勝たせてくれない。近代兵器をうまく使って頑張ってくれ。勝つも負けるも指揮官である君次第だ。ファミコンウォーズ、8月12日発売予定。任天堂。